どうもこんにちは。いつも訓練用モビルスーツで成し遂げたいオンドレアスです。今回は、新しく実装された訓練所、こちらの中級任務をクリアすることでもらえる、ジムトレーナーレベル3、コスト200を使っていこうと思うので、まずは中級任務やってみましょう。初級でジムトレのレベル1と2ももらえますが、実質このゲームコスト200からのゲームなので、レベル3ジムトレ以外は今のところ必要ないですね。このミッションは格闘後のブーストによるブーストキャンセル、格闘連撃制御による2段の格闘、緊急回避制御による緊急回避を行えばクリアすることが可能。この機体コスト200で高性能バランサー、格闘連撃制御、緊急回避制御持ってんの、強くない？はい、ということでジムトレゲットしました。誰でもクリアできると思いますので実質全員もらえるモビルスーツ。早速ジムトレで前線に、といったところですがせっかくなので訓練所の上級ミッション、90秒間で何機落とせるかタイムアタック挑戦してみましょう。まずは汎用機の雑通編。まあ正直このゲームに対1の状況な時点で負けてるんで、この訓練は始まる前から負けてるわけなんですけども、そういった深いことは考えちゃいけない。汎用編に関しては3含みの大事さがよくわかるので初心者にはいいかもしれない。やたら硬いジム砂と違い、バズしたい目で溶ける強襲機の続腕をひたすら狙うのです。しかしこれ、3含み考慮してもあまりにも続腕が柔らかすぎる。そして鬱陶しいのがジム砂の超絶エイミングビーム射撃。キーン、憎たらしい。ジム砂くんはこの時間制限では落とせて2機、無理に狙わず、どちらかというと寝かせていく感じがおすすめ。たまに思い出したかのように格闘も振ってくるジム砂くん。一番厄介なのはやはり距離を取られての射撃。しかしそこは AI くんのご機嫌次第、遠くに行かないでくださいとお祈りしながら戦うしかないのだ。そしてお祈りしたにもかかわらず遠い。こんな時のためのグレネードである。ジム砂はあと一撃。時間3つ雑腕をフルボッコ。そしてこのミッション、落とされるとミッション失敗となるため、初心者の人は生き残ることも難しいかもしれない。ナイススローイングでしたね。雑通の可能性を余すことなく活かした立ち回りあざます。これで、8機目、もう時間がない。せめてジム砂に思いの丈をぶつけて終了としましょう。はい、汎用編は8機撃破でした。そこそこ無駄なく動けてると思うので、やり込めば9機いけるかな、といったところ。支援編も大体似たような感じ。汎用編よりは難しいかなって感じ。難易度的には汎用、支援、強襲の順で難しいと思いますね。はい、支援機では6機撃破でした。明らかに設定間違えてる超絶ハードなのが強襲編。スナイパーと汎用マシンガンでゴリゴリ削れるアーマー、持たない。面白いじゃねえか。やってやるよ。初動から強襲の試練は始まっている。まずスナイパーの一射目を、雑通を盾にして防ぐ。これマジ重要。そして僕を寝かせ、間に合わないのでタックルでビームを押し切る。このタックルの無敵を生かした射撃合わせをフルマックスに使わないと、とても生き残れないのである。おかしい。明らかに強襲だけ難易度が高すぎる。これは強襲は苦労と無知成果だよという運営からの熱いメッセージに違いない。スナイパーくんが一定時間で撃つのかと思いきや撃ったり撃たなかったりする気分屋さんいたたた。このマシンガンがコント比で、ジムスナくんシールドで防ぎましょう。来たな。ここは格闘判定でゴリ押しするチャンス。これだけやってようやく2機撃破である。バズ N 下で撃破できた汎用さんをカピープル。汎用ザクのマシンガン速攻で止める。このプレッシャー。屈所戦は人形。樹の通った我らが操縦してこそモビルスーツの性能は発揮されるのだ。汎用編では強襲をひたすら狙いましたが、このジム砂くんが硬すぎるので狙うのは半々ぐらいが良さそう。雑も砂も野放しにしておくとたちまち雑腕がとろけてしまうのである。残り20秒、アーマーは余裕の8000。あとは何機倒せるか。君やー、まさかの格闘でのカット、生意気な。しばらくリスポーンでもしてるんだな。あれ、さっきまで8000あったアーマーがガンガンなくなっていくよ。まあいいからそのビームマグナムしまえよ。ラストはタックル無敵で終了。いやーなかなかギリギリ。めっちゃこの砂空気読まへんやん。残り1秒で撃ち抜くとか成し遂げかよ。成し遂げられたぜ。まもなく戦闘エリアに到達。順次出撃、お願いします。
訓練用機体で実戦は戦い抜けるのか。いや、戦い抜けるかじゃない。戦い抜けることを証明する。これはそういう戦いだ。ジムトレはジム界と比べるとアーマーは750高いですが、その代わりにシールドがなく、防御補正は対格闘特化のジム界に対しバランス型、攻撃補正は射撃寄りなため、若干ダメージは出しづらいですが、それを補ってあまりある強みが、200コストにして重要スキル3つ持ちということ、200コスト汎用機にはこれまで課金機体を含め様々な機体が登場しているにもかかわらず、バランサー、緊急回避、連撃を持っている機体は本気が初なのである、連撃を持っているのでそのままでも火力は十分なのですが、ドレアスの強力な壺が発動し、今回のカスタムパーツは火力ガンフリ格闘強化構成が続がー。この脚部損壊は完全に強力な壺のせいですね。皆さんは脚部装甲をつけましょうね。三大重要スキルに加え、前線維持支援システムを保有。これはチームのリスポン時間を 5% 短縮するものですが、低コストはもともとリスポンが早いので、ないよりはマシぐらいなスキルでしょうか。しかしもしチーム全員がジムトレなら 30% 速くなるので、割と強力なスキルかもしれない。上級訓練で得た必殺、ダブルジャストインパクト。少しでも短時間で倒すため、2機同時に倒すという効率化が生んだ必殺。いや、前以前からやってましたが、上級訓練からより一層狙うようになってきた気がする。こちらチームが全員汎用だったのでどうなるかと思いましたが、普通に戦えてますね。全員強襲とか全員汎用は意外と強かったりするバトーペあるある。だが全員支援機、おめえはリスキルされるからダメだ。下角が味方の足の小指に当たってしまいましたね。ビームサーベルが足の小指に、人間なら悶絶級の痛み、すまぬすまぬ。今週の新機体、イッシュナもレースも緊急回避がなかったり、連撃がなかったりしたので、控えめに言ってめちゃくちゃ快適に感じるジムトレーナー、煙で視界が危うく誘い込まれるところだったぜ。この場所で戦う時にめっちゃ注意しないといけないのが瓦礫場には、こんな薄っぺらいビルの瓦礫ですが、ガンダニウム合金製のビルなので全てを遮断、よく弾が吸われてムキーってなりますが、今回はいい感じに利用できましたね。ダブルジャストインパクト。味方の無敵も考慮した抜群のダブルジャストインパクトが今日も光る。しかし捕まってしまった。攻撃性能は十分ですが装甲は脆く感じますね。これで3機目のジムトレ。どのゲームでもそうですが、低コスのいいところはすぐ前線復帰できるところですね。ジム界にはないグレネードがあるのもこの機体の強み。バルカンと違い大いにダメージを期待できるのだ。お。これはラッキーなゴッサンゴール、下角ゴッサンゴール。タックル吐いたの俺は見たぞ。オバヒヤスは徹底的に狙い倒すのだ。それにしても倒しても倒しても湧いてくるジムトレ。敵チームジムトレ多くない？まあ実際強いからね、しょうがないね。戦局はめっちゃいい勝負。一ですが勝負の明暗分けたり分けなかったりするパティーンのやつ。対戦ルームを作ったホストは、チームを振り分けるときにランダムで振り分けるってボタンがあるんですけど、これがマジでランダムで振り分けるため、レートガン無視の振り分けで非常に偏りやすく、この試合も非常にバランスの方悪くなっており、引き潰されるかと思ったんですが、我がチームの奮戦でワンチャンありますね。このチームランダム振り分けボタン、全員のレート足して半分ぐらいになるよう割り振るだけでもいいから、完全ランダムじゃなくて少しは仕事してほしいなぁ。若干ライン戦になってますね。こういう時はグレネードで削りましょう。特に低コスト帯でのグレネードの威力は悶絶級。相手がたまらず飛び出してくるぐらいに脚部がー。本日2回目の脚部破損、脚部走行の大事さを身をもって視聴者にお届けする今節丁寧動画。今回はチュンチュンがいないからまだマシですが、いればもっと地獄になると思いますねー。それにしてもこのジムトレ、本当に強くて200コスト汎用機で一番強いんじゃないかって思うんだが、未だかつてガンダムゲーでジムトレが環境機体なゲームなんてあったのだろうか。残り12秒、一機落とせば逆転できる。もろたでー、あかん、焦りすぎてよろけがさね全くできてない。しかし味方の包囲網が取り囲んでますね。あとはよろしく頼んまい。終了ー。小さながら価値のある勝利です。
よく勝てたなといった感じの戦いでした。ナイスチーム。200コスト大半用において基本となるバズーカ運用ができて、なおかつ3スキル持ち、最強なんじゃないでしょうか。それでは今回はこの辺でー。